東口東飯能駅は埼玉県飯能市東町にある東日本旅客鉄道、西武鉄道の駅である。JR 東日本の八甲線と西武鉄道の池袋線が乗り入れており、接続駅となっている。西武鉄道、JR 東日本それぞれに、京上駅舎を有しているが、両者の改札口は分離され、自由通路で連絡している。 改札口はそれぞれ独立しているが、西武池袋線と JR 八高線のホーム番号は連番で設定されている。両社もにバリアフリー設備として、多機能トイレやエレベーターエースカレーターを設置している。京上駅舎構えは改札を共要し、西口側に西武鉄道が管理する駅舎があり、東口側には出入り口がなかった。駅舎は、 西武線ホームに直結し、西武池袋線と JR 八高線のホームは地下道で連絡していた。国鉄の合理化により、1982年から改札分離が実施される1999年までは、西武鉄道が出荷改札業務を行っていた。駅舎外にはキオスクが立地していたが、現在は撤去されている。島式ホーム一面二線を有する地上駅。 JR 東日本ステーションサービスが業務を行う業務委託駅で駒川駅が当駅を管理している。3番線側に退避線が付設されていたが、現在は廃止され、一部の線路が残るのみである。貨物列車運行当時は、ここで旅客列車を優先させるため貨物列車が退避することがあった。2.3番線と無料方向に出発信号機が設置され、 非常時には当駅で折り返しが可能である。2015年12月23日には指定席券売機が設置されたため、緑の窓口は2016年2月29日をもって営業を終了した。乗り場端式ホーム一面一線を有する地上駅で、ホーム有効調は重量編成分である。駅番号は SI27。2008年10月10日より、 待合室の使用を開始した。独自設計として、地元産の西川材を利用したベンチが設置されている。乗り場反応短絡線隣の反応駅は、スイッチバック式で池袋方面と西部秩父方面とを直通運転する列車は、同駅での方向転換が必要なため、解消策として、当駅と重ねいの信号所との間に連絡線の建設が予定され、土地は、 複線分で北反応信号所等駅重ねの信号所間に確保されている。ただし、現在、機関車の付け替えを要する貨物列車が廃止され、スイッチバックによる支障が軽減されたこともあり、工事は無期限での休止状態となっている。西武鉄道は、将来、武蔵ヶ丘車両基地や武蔵ヶ丘車両研修場との改装や、検査地の入り出場往来のメリットがあるとして、 あくまで、工事は、休止との見解を表明している。各年度の1日平均乗降人員数は、過表の通り。各年度の1日平均乗車人員数は、過表の通り。駅ビル国際工業バス、西部バスイーグルバスの路線が発着する。西口上規格系統の、東半能駅バス停留所は、駅からやや離れた場所にあるが、これとは別に、駅前広場ロータリーに、 東半応駅、駅前広場停留所があり、蒸気系統の内半応駅発上、赤沢、名栗車庫、名号、湯野沢、中沢、中東、真野黒指向が終日停車する。東口注車区出店広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。